こんにちは。おかしな科学です。今日は、オーストラリアの七不思がサソリに出会った場合に、何が起こるかを紹介します。捕食者は、潜在的な獲物を攻撃しますか？彼らは一つの領域で仲良くすることができますか？面白い？行こう。この動画は、有益な情報だけとして作られました。動画はサソリ、オーストラリアの七不思などの動物の行動を見せます。最初のステップは、会場を準備することです。以前は砂を入れていた、水族館を使うことにしました。ここに小さな木の板を置きました。最初に、動画の主人公を、他の種類の動物に紹介します。東アゴヒゲトカゲから始めます。30分後、東アゴヒゲトカゲは、完全に習得し、時には、オーストラリアの七不思を見て、興味を持って、時には反応しませんでした。彼女は明らかに彼からの脅威を感じなかった。ちなみに、東アゴヒゲトカゲは、まだ名前がありません。一緒に電話しましょう。コメントにオプションを書き込んでください。次の動画で、最も興味深いものを発表します。七不思に戻ります。別のゲストがすでに彼を急いでいます。今回はヤモリ。オーストラリアの七不思は世界で最大の昆虫の一つと考えられていることを思い出してください。比較すると小さなヤモリは小さいようです。サイズの違いにもかかわらず動物はすぐに慣れ攻撃性を示しませんでした。七不思の名前は何だと思いますか？コメントにオプションを書いてください。そして今、私たちは、最も重要なことに目を向けます。サソリと七不思の出会いを手配する時が来ました。サソリは、七不思を攻撃しますか？あるいは、逆に、大きな昆虫からの脅威の可能性を恐れますか？見てみましょう。その後、昆虫は何らかの理由でお互いの行動を模倣し始めました。サソリ座はかなり積極的に行動し、七不思を研究しますが、攻撃するのを急いでいません。サソリが七不思の舌を入ろうとしたことに注意してください。当社は捕食者の起沈室の殻をしっかりと掴んだ。同時に、バッターはサソリに乗ることを明らかに好んだ。捕食者が彼に乗った、傲慢な人を刺そうとはしないが、彼には明らかにそのような機会があることは、注目に値する。おそらく、蒸気のように、サソリは、どういうわけか彼の背中にくっついた木の葉を防護矢で、見ます。このロデオが、どのくらい続くかは不明です。これで七不思が、自発的に降りることはありませんでした。実験を中止し、参加者を彼らの昆虫館に送り返すことが、決定されました。オーストラリアのバッターと会った時、サソリは非常に穏やかに振る舞い、攻撃性を示さないと確信していました。別の危険な捕食者が反対であることが判明した場合、彼はどのように行動したのでしょうか。例えば、カマキリ。彼らの会議を見たいですか？次に動画のコメントに欲しいという言葉を書きます。今日は以上です。あなたが興味を持っていたら、お友達と動画をいいぞ、共有してください。もっと野生生物のニュースリリースが欲しいですか？新しい動画を見逃さないように、チャンネルに登録して、ベルをクリックしてください。以下には、私たちのインスタグラムのアカウントへのリンクです。皆さん、見てくれてありがとう。おかしな科学のチャンネルでお会いしましょう。おか